中村敦史と安藤博雄のゼロに何かけてもゼロ。どうも中村敦史です。安藤博雄です。何も持ち合わせていないゼロな2人がゼロから何かを生み出せるように頑張っていくトーク番組です。はい、ということでございましてですね、はい、今日は第4回ですよ安藤さん。第4回ですか。いやー、4回なんですかこれ。4回ですか。前回はですね、はい、あのスタジオを飛び出しまして飛び出しましたね、前回代々木公園でですね、代々木公園もう野外フェスみたいな感じでロケですか。ロケですか。やっちゃいましたね、おじさん2人ベンチに座ってね。で、今回は無事、はい、スタジオに帰ってきましたけども。よかった、帰ってこられた。でも僕思ったんですけど、僕ら昨日じゃないや、この前、代々木公園でロケしたじゃないですか。しました、はい。あの普通テレビとか見てて、ロケっていろんな楽しいハプニングとかが起こるじゃないですか。あのそれ期待していったんですけど、はい、僕ら二人っても何も起こんないですね。いやいや、カラスがカーカー言ってたじゃないですか。カラスがカーカーカーうるせえだけでしたよ。風がビュービュー吹いてたじゃないですか。風ビュービュー吹いてね、聞いてくれましたかね、第3回ね。ほかに緊急報告あります？特にないです。ないんかよ、借金が増えた。借金が増えた。いいよ、悲しい話やめてくれよ、もう。でもね、本当に今回はですね、はい、そんな悲しいおじさん2人だけじゃないんですよ。何？強い味方が来てくれますよ。嘘だ。なんとゲストに、ヒストリーズジャパンで共演した、松本ひろや君をお迎えします。誰じゃねえよ。誰じゃないんだよ。ひろや君来ちゃう。うん、二人ともね、共演者ですよ、僕らね。それが来てくれますんでですね、もう今日はもう、もう賑やかにお送りしたいと思いますので、前編と後編に分けてですね、前編と後編に分かれて、はい、というわけで、今回のゼロに何かけてもゼロ、はい、スタートです。さよなら。さよならじゃないよ。中村敦史と安藤博雄のゼロに何かけてもゼロ、ゼロに何かけてもゼロ。早速ゲストをお呼びしましょう。俳優の松本ひろやさんです。どうぞ。こんにちは、松本ひろやです。よろしくお願いします。あ、お久しぶりですね。お久しぶりです。すいません、本当に。一応ですね、ご存じない方のために、こんな方ご存じない方なんかね、いやいないですよ。70億人全員知ってますよ。知られたばっかりの赤ちゃんぐらいですかね、知らないのはね。で、そんな方のためにですね、一応あの松本ひろやさんの紹介をさせていただきます。嬉しいです。はい、松本ひろやさん、秋田県出身、で、1986年生まれ、6月21日の29歳。正解。はい、正解。正解しましたね。第16回、ジュノンスーパーゲイボーイコンテストでですね。あ、そうです、いや、ゲイいらねえだろ。そうですよ。ゲイボーイじゃなくて、ジュノンスーパーボーイコンテストでいいんでしょ。の準グランプリ獲得という。はい、ですね、正解。正解。主にですね、変態ヒーロー。変態だろ。正解。正解じゃないよ。変態が集まったらヒーローじゃないんだからさ。ドマラなどでですね。ドラマだろ。ドマラってゲイボーイ引っ張っちゃってんじゃないか。活躍中でございますと。はい、僕たちはですね、先月に行われましたヒストリーズジャパンという舞台で共演させていただきました。はい、ありがとうございます。お間違いないでしょうか。大丈夫。間違いない。正解。正解。正解。嬉しいですね。どうでしたか、この間のヒストリーズジャパンは。いやもう二度とやりたくないね。やめろ。なんで、ぶっちゃけ、辛くなかったっすか。あれね、漫才だからね。漫才だからちょっとね、難しかったんだよね。でも漫才やるの初めてですかね。初めてです。超辛い。声はね、この本番中声痛めつって、これ10年やってますけど、初めて。初めて。あんなになったんだ。がなってたんね、ずっとね。だからそんだけ練習してたもんね。結構しましたね。あと短期間だったじゃん、もう5日間の中で詰め込み教育でさ。で、一演目2回、そう、しかも一演目さ、なんか長いのだと12、3分、15分ぐらいあって、それをずっと喋りっぱなしだから、それをだからね、ひろや君なんか3演目でしょ。3演目だから45分喋ってると思うんですよ。ずっとそう。もうやりたくない。で、楽しい舞台でしたよね。あ、また楽しかったですね。なんかありますエピソード、ヒストリーズジャパンの。あ、でも、ヒストリーズジャパン本当に稽古期間短かったから。僕あのコミュ障じゃないですか。それ言っていいの？コミュ障だって違うでしょ。まあね、あんまりね、集団行動が苦手ってことでしょ。そうなんですよ。だから、
仲良くなる時間なくて。ないないない。でもね、これといったね、エピソードが全くないヒストリーズジャパン。しかもさ、ね、共演者っつってもさ、もう、あ、なんつうの、相方、コンビ組む相方としか稽古しないから、基本的には。そうっすね。他の人とはあんまり関わらないじゃん。そうそうそう、ね、なんで中村さんとは全然組まなかったじゃないですか。うん、組まなかったね。分かんないですもん、いや中村さんって人が。でもどんなやつなんだろう。ただでっけえおじさんで声だけやな。そう、え、ここ組んだんだっけ。組んだ、安藤さんとは組んでるんで、はい、あ、そっかそっか、ひろやくんとは組んでる、組んだけど、そんなね、でもあんまり会話もね。そうっすね。ちょっと、じゃあ結局ダメじゃねえかよ。そんなだったら俺もコミュ障だから。でも言ったら昭和時代さ、ここがもう一番受けてましたよね。安藤が昭和天皇で、ひろやくんがマッカーサーやった昭和時代っていうのがあるんですけど、はいはい、いや3人でね。でもあれってやっぱ時代が浅いっていうんですか、なんか、そうそうそう、みんな知ってるから、ね、近い、うん、時代だから難しい言葉もなかったから、みんなね、大体あの記憶にあるもんね、うん、いや、ないだろ、そんな時代。マッカーサーの記憶ねえだろ。ないですけど、ないですけど、大体マッカーサーとかって、やっぱ人となりを見たら、大体、あ、マッカーサー出てきたとか、あとね、昭和天皇出てきたらね、うん、あの、玉音放送流れたら大体わかるじゃないですか。わかるわかる。またこれがね、舞台袖でね、はい、あの出番を待ってるひろやくんがかっこよくてね、マッカーサーの格好してるじゃん。うん、それに、あの、コカ・コーラの昔売ってた細い缶あるじゃん。うん、あれがあの、モリエールの自販で売ってて、うん、それを毎回買って飲んでるのよ。細いコーラを。今あんま売ってない細いやつを。それがもう、もう、もろアメリカっぽくて。役作りだ。そう。役作りだったな、あれは。役作りじゃないです。細いコーラが単純に好きなんですよね。あのサイズ感と。美味しいよね、でも。うまく感じますよね。なんか味が違う気がするんだけど。いや、そう話しましたよね。いや、俺、あの、全然、瓶のコーラって全然味違くない。そう。あ、そう、そう。瓶のコーラ俺好きなの。瓶うまいよね。瓶うまいです。うん。あれ全然なんか、いや、ビールもそうなんだけど。わかるわかる。あー、わかる。俺も瓶ビールが好きなんで、生だとさ、そう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 、あんまなんか居酒屋にとってはなんか、え、これ本当になんか生みたいな時あるじゃない。嘘だろみたいな。そうそうそう。なんか水で薄めてないみたいな。うん、だからほら、缶ビールもさ、パシャって開けるやつよりも全然瓶ビールの方が美味しいよね。そう、なんでだろうね、あの瓶のから味が染み出てくるのかな。まさか。ガラスから、うん、ガラスから。ガラス味喜んでんの俺。だから、うん、ガラスがうまいのかな、じゃあね。あ、そういうこと？うん、ガラス。次行こう。次行こう。いやいや、まあね、あの、松本さん、相当なパチンコ好きだと聞きましたよ。あ、噂が。ああ。まあ、各言うね、ここにいる借金大王、うん、安藤博清もね、パチンコ大好きでね、パチンコで身を滅ぼしたみたいなところありますけど。もうやめちゃいましたけど、昔は相当やってましたから、朝5時に起きて、並んでみたい。もうダメ人間じゃねえかよ、ね。パチンコ好きっすね。あ、今でもよく行く。今でも行きますね。どんくらいの頻度、週に何回ぐらい。いや、もう空いた時間あれば行く。あ、仕事がない日だったらっていうことですか。そうですね。じゃあヒストリーズジャパンの稽古期間中も行ってた。結構いよいよ行けねえ。行けないんだ、あんだけ詰め込まれるとね。ヒストリーズジャパン中行けなかったっす、そういえば。そう、行ってないね。あの、ストレスが溜まるというか、やんなかったらそんなことはない。いや、ストレス溜まりますね、やっぱり。あ、そう。でも、でも本当中毒みたいなもんで、依存症な。あの、別にそのすごい大勝ちしたいとかじゃなくて、うん、もう7が揃ってるの見たいっていう。すごいね。マッキーマッキー。どう勝ってますか、どうですか、収支的には。勝ってるんじゃないですか。勝ってる。みんなでもさ、パチンコやってる人ってそう言うけどさ、うん、実際負けてるでしょ。でも全部でトータルしたら、いや、トータルで負けてるんですけど、うん、俺多分ね、ことなんか戦法、戦い方、うんうん、変えた。ちょっと変えて、僕、うん、あの、普通1台に何万円もつぎ込む、うんうん、俺そのタイプだった。僕、うん、数千円しか使わないんですよ。え、変えるの？どんどん変えて、どんどん変えて、うん、打っていく方法に変えてから、あんま負けてないんですよ。負けなくなった。うん、はい、カニ歩きっていうんですか。俺はもうずっと粘るからね、一台で。それあれだね、女性に対してもそうなの。やっぱずっと一人の女性に粘るタイプか、どん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 ダメだったら次。あ、もうどん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 手つけていきますよ。NG 通りに自分から入ってくんじゃないよ。俺はずっと粘る。いや、俺はずっと一人。振られても振られてもずっと。頼むよ、頼むよ。一回つって。あれ、記録つかなくなったら記録されちゃったな。気持ち悪い。なるほどね。パチンコそんなないですか。全くしない。ギャンブル何もしないですか。ギャンブルね、昔ちょっと競馬とか、はいはい、あの、競艇に行ってたことはあったけど、でもそれもほとんどもう100円200円の世界だから、あ、その競馬場が好きで、
あ、いい。多い競馬場とか行ってたんだけど、綺麗じゃん。今でも増えてますもんね、デートみたいな。そうそうそう、そうそうそう、競馬場も綺麗だから、東京競馬場なんかむちゃくちゃ綺麗ですよ、うん、本当に。だから馬がさ、馬の目が可愛くて綺麗じゃん。どこの服がどこの誰が言ってる言葉ですか今。いや、あの191センチのあのおじさんが言ってる言葉。ジャミラ型の親父が言ってる。肩が上がっちゃってる親父だね。ジャミラ型を持つ男なんですけど、馬はね、確かに可愛いですよ、うん、だってもうギャンブルだって、俺一箇所に泊まってなんかやるのが苦手なのよ。椅子に座ってずっとこう1時間2時間座ってなきゃいけないから、はいはいはい、足があの異常になんかバカみたいに長いから、はい、痛いのよ、ここ膝がついちゃって。膝ついてる、ね、うん、削ろ、うん、やもうパチンコだね、膝切りたくなる。身長170ぐらいがちょうどいいっすよ。そう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 、だからね、174にできてんじゃん、社会って。社会はね、うん、一般社会で。そうそうそう、なの1センチはね、もう住みづらい社会なんだ、本当に。もうだからタバコ吸わないから、タバコ、そうそうそう、タバコの匂いも、ね、ああ嫌っすね、それパチンコね。でも今は分煙とかになってるでしょ。なってます、なってます。へえ、あ、そうなの。全然吸わない人でもできるように、なんか禁煙ルームだよね。そこで間違って吸っちゃうと、うん、もうなんかすごい白い目で見られる。あ、今女性客も増えてるからそうなってるんだよ ね、 きっとね。多いですね。多いのか。で、まあ、冬ソナとかのそのあたりからなんか結構女性客とか、なるほど、ね、あと、まあ、AKB48 さんとか、あ、そのアイドルものが出て、うん、参入してからすごい、うん、なってる。え、あれな の、 あの好きな台とかあるの、これが一番好きで、歴代のもので。僕基本的に実はアニメが好きなんですよ。アニメとか、そのそうなの、全然印象ないね。僕すげえ、もう何のアニメ好きなの。あ、もうあの取っかかりが本当エヴァンゲリオンなんですよ。エヴァンゲリオン好きで、うん、でもパチンコで会ったよ、パチンコで。そう だから、うん、それでパチンコ屋行くようになって。え、それきっかけ。そうなんですよ。なんだ、で今だとガローとか、うん、ガローとか花の刑事とか、花の刑事も好きで、もともと。あ、でも俺もジャンプって読んでたんだ。全巻持ってるぐらいなの。え、花の刑事パチンコなのみたいな。じゃあ花の刑事が一番好き。そうですね。でも原哲夫シリーズは好きですね。その、あの北斗の拳、北斗の拳ね。あ、あとガロー、ガロー、ガローね。昔やってた俺も。いや、まあ、安藤さ、パチンコ詳しいと思ってこの話打ったのにさ、うん、昔やってたしか言わねえだろ。何何の情報も入ってこねえじゃねえかよ。いや、だって当時な、だから当時は相当やってて、俺もだから朝、さっきも言ったけど5時に起きて、で朝抽選会行って、でもあの9時引いて1回ファミレスで休憩して、でまた並び直してみたいなことを よくやってましたよ。え、ひるや君もさ、朝並ぶの。昔やってましたね、スロットやってる時は。結構それ朝一大事だったんで、うん、そう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 、やっぱ朝の方が勝てるんだっていうかね。昔、今と違って昔は過激なイベントが多かったんですよ。もう、過激な、店員が全部全裸とかそういうこと。そういうことじゃなくて、生きてー、うん、裸で行ったら設定録画が生きてどういうこと、過激なイベント。だからその朝一でもう設定録確定札がついてたりとか。設定録っていうのはもう勝てるんですよ、もう 100%。じゃあもうそこ取ったらもう勝ちなんだ。もう勝ち、もうで、しかも当時で言ったらもう10万勝ち、もう確定ぐらいの。じゃあ4ごろ確定って、4ごろっていうのは設定6が一番高くて、うん、4、5、6確定みたいな、うん、そうそうそう。じゃあそれはもうさ、あれだね、もう働かない人増やすね。増やす。それで今ちょっと規制かかっちゃって、もうそういうイベントとかないでしょ今。全然今イベントをしちゃいけないっていう、うん、あの条例かなになって、うん、条例が法律になってしまって、うんうん、で今またさらに ね規制かかって、ギャンブル性をもっと低くしようって言って、うん、換金率10日って1玉4円なんですけど、うんうんうん、今1玉 0.9 円ぐらいに下がっちゃったんですよね、また。え、1円パチンコとか書いてあるじゃん、はい、あれはそのあ1円パチンコは、いや、多分変わってると思いますね。はい、換金率が変わったんで、そっか、また11月の1日から。ほんと、もうつい最近だ。つい最近。この間。変わったばっかり。ほんとに言ってるんだね、じゃあね。え、ほんとに詳しい、ね、結構詳しいですよ。うん、僕、あの夢がパチンコ番組持つことなんで。おパチンコ番組。それじゃあちょっとね、うん、このゼロに何かけてもゼロパチンコ番組にしましょうよ。いやいや、ダメでしょ。乗っ取っちゃってるやつじゃん。しかもパチンコ番組でゼロに何かけてもゼロって全然ダメじゃねえかよ。勝てねえ。勝てない。
いくら見ても勝てないバズ。そうそう、でも損もしないみたいな。損もしない。パチンコ割れるっていうのは面白いですよ。あ、まあでもなんか僕らのその芸能生活っていうんですか、はい、でギャンブル性、いや確かにね、人生ギャンブル、ません、そうだよね、ギャンブラーだよね、人生ギャンブル、だってもう当たるか当たらないかっつったら当たらない確率の方が高いんだからさ、うん、うん、高い、もう負け戦、そう、うん、パチンコとほぼ変わんないですよ、うん、あ、そっか、じゃあ今ここにいるね、ひろや君っていう勝ち組と、あの安藤中村っていう負け組が今話してるって楽しいな、楽しいな、何やばい、楽しい、そこに楽しみ見つけてないよ。なるほど。まあ、ということでございまして、はいはい、いろいろ話してきましたが、はい、松本さんにはですね、後編も。後半と後編が一緒になって、うん、後輩みたいになって。後輩。え、もう終わり？後編。前編ね。前編は。前編もう終わり？前編もうで結構喋りさせていただきたいと思います、うん、後半もね、はい、後編もお付き合いお願いいたします。どっちでもいいよ、後半も後編も。お付き合いお願いいたします。はい。いや、お前らに試合に負けた、バスケは負けたけど、うん、こんないい女をお前ら連れて歩けねえだろうと、試合に負けたけど人生に勝ってるぜっていうね、うん、それでもう体育館を後にするっていうのはね、うん、これ夢なわけですよね、ちっちゃくね。中村敦史と安藤博雄のゼロに何かけてもゼロで、体育館を出た駐車場で、うん、あ、今日どうもありがとうございましたつって1万円を渡して僕が帰る。金で買ってんかい。ここで僕たちからのお知らせです。はいはい、ゼロに何かけてもゼロ。ゼロに何かけてもゼロでは皆様からのお便りを募集しております。二、はい、人にこんなことをやってほしい、うん、こんなゲストを番組に呼んでほしい、うん、出演舞台の感想やなどなど、うん、感想やなどなどって書いてあります、うん、感想などなどですね、うん、何でもお待ちしております。中村敦史にね、早く死んでほしいとかね。いや、そんなのはね、バリ雑言はやめてください、はい、宛先はですね、はい、ローマ字で、何かけてもgmail.com ですね、はいはい、舞台やイベントの MC のオファーなども、こちらのアドレスからお待ちしております。はい、あの仕事がないんでどんどんね、あのお仕事のオファー待ってます。お待ちしております。どんなブラックなお仕事でもね、ガンガン、ね、ブラック企業大歓迎ということでございまして、大歓迎でございます。さあ、はい、さてね、いやー、ひろやくん、はい、これ前編終わりですけど、何か言い残すことありますか。言い残すことですか。なんすかね。いや、だって後半があるから、後半がね、後半も聞いてほしいですよね。お腹減った。いや、もうお腹をかきながら、ひろやくん、かき走りながら言うと、それでは、ゼロに何かけてもゼロ、また次回お会いしましょう。お相手は中村敦史と安藤博雄でした。どうもさん、何？ひろやくんが喋ってるところ、今回全編カットです。いや、全編カットかい。なんで来たんだよ、この人。